アモーリー一世は六代目のエルサレム王である。彼は古くの子で、戦ボーダン三世の弟であり、時代の王ーーダン四世の父である。兄ダン三世の死に伴って二十六歳で、大いに登ったアモーリーは、エジプトの征服を目論んだ。というのも、エジプトを支配するファーティマ朝は、当時最小たちの権力争いで混乱しており、このために、 最小たちは1160年以来エルサレム王に功能金を支払っていたからだ。そこで最小シャーワルが権力闘争に敗れてシリアに落ち延びたことによるエジプト内での混乱を見越してアモーリーは6万ディナールの功能金が期限までに支払われていなかったことを口実とし1163年にエジプトに侵攻した。半島を横断したエルサレム軍は 当時ナイル沿岸にあった町ビルバイスを囲んだ。守備側は、包囲が行われた9月が、ナイル川の増水期であることを利用し、何箇所か、包みを切ってエルサレム軍を水攻めにした。このため、アモーリーは撤退を強いられ、最初のエジプト遠征は、失敗に終わった。この事件で、アモーリーのエジプトへの野心を知ったヌールディーンも、 また、全イスラムの支配者となるべくエジプトへようと目論んだ。そこで、ヌールッディーンは、配下の武将、シールクーフを派遣し、エジプトへの干渉を行った。1164年4月、シールクーフのエジプト新軍に際して敵の注意を引くために、ヌールッディーンがパレスティナ北部で、牽制作戦を行っている間、シャーワルを伴ったシールクーフ軍2000機が、 敵に見つかるのを避けつつ、エジプトに入った。4月24日、シールクーフはビルバイスを奪い、5月1日にはカイロの城壁の下に陣を張った。シャーワルを追い出した最初、ディルガームは混乱の中殺され、シャーワルが最初に復権した。しかし、一旦復帰するや、シャーワルはヌールティーンとの約束を破って、シールクーフに即刻の退去を求めた。 そして、シールクーフを撃つべく、エルサレムに特使を送り、アモーリーに援軍を要請した。これを受け、同年7月にアモーリーは再び、エジプトへと遠征し、シールクーフのこもるビルバイスを包囲した。包囲は、数週間に及び、シャーワールからも攻め立てられたシールクーフの状況は、絶望的になった。これを知ると、ヌール・ティーンは、アモーリーをエジプトから撤退させるために、 アンティオキア公国領のハリームの城を攻めて、これを落とし、王の不在中のエルサレム王国の国事を委ねられていたアンティオキア公ボエモン三世とトリポリハクを捕虜とした。この法を受けるや背後を脅かされたアモーリーは撤退を余儀なくされた。何とかの折衝の後、アモーリーとシールクーフは同時にエジプトを去ることで妥協し、アモーリーは10月末にエジプトを去った。 アモーリーはこの遠征でエジプトがヌールウッティーンの手に落ちるのを防ぐことに成功した。しかし一番の勝者はシールクーフを使って権力の座に返り咲きアモーリーを使ってシールクーフを撤退させてヌールウッティーンの影響力を排除したシャーワルだった。シャーワルはシールクーフの再来を恐れてアモーリーと相互援助条約を結んだ。シャワルの心配は 企業とはならず、シールクーフは二度目の進行準備を行っていた。これを受けて、シャーワルはアモーリーに援軍派遣を依頼し、再びアモーリーとシールクーフは矛を交えることになった。1167年初頭、両者はエジプトへと進撃し、先に着いたのはアモーリーだった。彼はシャーワルの軍と共にカイロの全面でシールクーフを待ち構えた。しかしシールクーフは、 アモーリーの裏を書いた。彼はカイロの南へと向かい、ナイルを渡り、北上した。そして、ナイルを挟んでカイロの西にシールクーフはギザのピラミッドのそばに布陣した。この時シールクーフはシャーワルに力を合わせてアモーリーを倒そうと提案したが、シャーワルはそれを拒絶したばかりではなく、エルサレム王国への兆候を含む正式な同盟を結びさえした。 その後、エルサレムエジプト連合軍は南に移動していたシールクーフをナイルを渡って撃破しを通った。しかし、3月18日のアルバーバイン近郊で起こった戦闘でエルサレムエジプト連合軍は敗退し、カイロに戻った。カイロに残していた主力を率いて再び南下しようとした時、アモーリーは敵がエジプト最大の都市アレクサンドリアを奪取したという知らせを受けた。 敵のこの電撃的な作戦行動に驚きつつもアモーリーとシャーマルはアレクサンドリアに向かい同志を包囲した。町では食料が足りなかったために市が月足らずで市内は食料不足に陥ったがシールクーフはアレクサンドリアを同行していたウィンのサラディンに任せて夜に町を脱出し上エジプトへと向かった。その地でシールクーフは 農民を味方につけて、ハンシャーワルの放棄を組織した後、カイロへと向かった。彼は、アモーリーに講和を打診し、長期戦を嫌ったアモーリーも、またそれに応じ、和議がなった。アレクサンドリアの包囲は解かれ、1167年8月、両軍は再び帰国した。この遠征は、エジプトとの正式な同盟、エジプトの10万ディナールの長行、フランク軍のカイロ上駐という成果を、 エルサレム王国にもたらした。しかし、アモーリーはこれだけでは満足していなかった。しかし、十万ディナールという多額の効能とアモーリーの残した中流部隊のおかげで、エジプトでは、ハン・フランク、親ヤヌール・ディーン感情がくすぶり始めた。この不穏な空気を感じ取ったエジプトのフランク人たちは、アモーリーに助けを求めた。これを受け、1168年10月、 エジプト征服を胸にアモーリーはエジプトへの4度目の遠征を敢行する。彼はエジプトはヌールティーンの助けなしに自身の敵ではないと知っていたからだ。しかし、前回の同盟の立役者だったテンプル騎士団はせっかくの同盟をぶち壊す。この遠征に反対し、その信玄が受け入れられぬと知ると遠征への不参加を表明した。これとは対照的に 西洋ハネキ次団は、この遠征に賛同し、大兵力を投入した。エジプトに侵入したエルサレム軍は、ビルバイスを落とし、住民を虐殺した。この虐殺は、アモーリーにとって、最悪の結果を生んだ。この事件は、カイロの親、フランクのエジプト人にさえ、アモーリーに対する徹底抗戦を決意させ、シャーワルは町を明け渡すぐらいなら、破壊すると言わんばかりに、 カイロの休止が一致に火を放たせた。シャーワルは、ヌールッディーンの介入なしでアモーリーに撤退を説得しようとしたが、カリフのあるアーディド自身がヌールッディーンに対して救援を求める手紙を送った。これを受け、ヌールッディーンは3度シールクーフを派遣する。しかし、今回はアモーリーとシールクーフの対決は起こらない。カイロに火を放ったカイロ市民の決意に驚き、 ヌールッティーンに背後をつかれるのを恐れ、1169年1月2日にアモーリーは撤退した。シールクーフが到着したのはそれから6日後だった。この件で影響力を失ったシャーワルは殺され、代わりにサラディンがエジプトの最小に就任した。この遠征の失敗でアモーリーはヌールッティーンの介入とシールクーフサラディンの影響力の増大を許し、 エジプトとシリアから挟まれる形になった。さらに、アモーリーは、エジプトとの同盟と兆候という前回での成果の全てをも失った。1169年10月、アモーリーは5度目にして、最後のエジプト遠征を行った。彼は、ダミエッタを奪おうとしたが、サラディンによって撃退された。1174年7月11日、シチリア王国の海軍の支援を受けての、 エジプト遠征を準備中にアモーリーはセキリにかかって38歳で死んだ。エルサレム王の地位は13歳の息子ボードアン4世に引き継がれた。アラブ人からはモーリと呼ばれたアモーリーは女子型野心の持ち主であった。このフランクの王は英知よりも血気に富み、そして長身と豊かな髪に恵まれているのに肝心の威厳に欠けていた。 肩幅が異常に狭く、長くて、想像しい笑いの発作をよく起こして、側近たちを悩ませたし、特に喫音がひどくて、他人との意思の疎通がままならなかった。ただ、エジプトの征服という、彼を借り立てて山の執念と、悪くことなきその追求とが、森を一角の人物に仕上げる。また、ヌールティーンの経験な君主であるという宣伝に、影響され、自らも、 宗教上の勉学に励み、正義に心を配る、真面目で、敬虔な人物であるとのイメージを広めようとしていた、とも言う。1157年、エデッサハクジョスラン2世の娘アニエス・ドクルトネーと結婚したが、1162年婚姻無効とされた。アニエスはその後、ユーグ・デイ・ブランと、さらに、シドン・リョー・シュルノと結婚した。1167年、 東ローマ皇帝ヨハネス2世、コムネノスの甥い、ヨハネスの娘マリアコムネナと結婚した。マリアはアモーリーの死後バリアンデーブランと結婚した。ありがとうございます。